しっかりシティーズ第2弾4回目をやってます。街は全部で9個になりました。新しく作った街はここになります。で、この街、他のところよりちょっと大きめになってしまったんですが、まあちょっと大丈夫かなということで気をつけて見ています。まあ街が増えてきてちょっと気になり始めたのは、産業区画で、まあ、たまに、材料とか原料が足りますね。まあそういうアイコンが出ることがあります。で、まあその原因まあ、いくつかあるんですけども、まあ、いくつかというか、まあ、物流が滞ると、まあ、そういうアイコンが出やすくなるということで、まあ、この町の対策としては、ここに貨物庫を作りました。で、まあ、この貨物庫から、まあ、この産業区画に対して、まあ、材料とか原料が供給されるという状態にしてみました。まあ、あとは鉄道が近くに走っていれば、まあ、鉄道で、材料や原料を運び込むっていうことも、まあ、ありかなと思います。まあ、ただここは水路があったんで、貨物庫を作りました。で、この町は、まあ、元からある高速道路からは少し離れているので、まあ、ここに三叉路を取り付けて、こういうふうに、まあ、自分で高速道路を作りました。まあ作ってあとすぐに、まあ、ここが渋滞し始めたので、追加で道路を引いています。まあ、ただまだちょっと足りてないような感じですね。前回、まあ、これは渋滞の元になりますよっていう話をした。で、まあこっちから必要以上に車が来るので、まあ、ここに
ここ渋滞してるように見えると思いますが、料金所をいっぱい並べてみました。まあ、ここで足止めをしているつもりですが、まあ、あまり効果がない、ね。並走する道路見ようかなと思います。
ここを超えるのはかなり大変かもしれないので、まあ、地下道に進むしかないなと思います。
道路をこうやって、まあ、整形するのはかなり面倒するんですが、で整形してやらないと、まあ、せっかくこの140キロの道路のスピードが落ちてしまうので、できるだけ、急カーブとかをないようにしないといけません。
ここからここにつないでやらないと。で、ここを少し車線コントロールをして、コントロールのまま少し減ったと、まあ、こっちから来るかなですね。車は明らかにこっちに行ってるので、
組み始めました。Thank you.
あまりここを使わなさそうな感じなので、もっと手前の方から、道路を引かないとあまり効果がないようにします。続きは次回やりたいと思います。今日はここまでとします。